私もですね、そういうかつては CD を出したりとかですね、あの東京タワーズっていうバンドを前やってたんですけども、今日はそのメンバーが集まらなくて、代わりにちょっと年配の僕よりも年上のメンバーばっかり集めちゃったもんですから、演奏がテクノっていうよりちょっとロックっぽいものになってますけども、どうか勘弁してください。亀有タワーズです。